花橋翔子は、日本の労働運動家、政治家。新人会などの学生運動、友愛会、労働総同盟などの労働運動に関わり、日本労働党や社会党などの結成に関与した。第三高等学校卒業後、東京帝国大学法科大学に進み、在学中に新人会に参加した。また、麻生久志、山名義鶴と、 社会問題研究会である木曜会を結成した。この木曜会には後に、岡上森道、佐野学部、野坂33が参加した。東京帝国大学在学中から麻生浦と共に、吉野作造や安倍移送の影響を受けて、友愛介入会を起きしたが、会長の鈴木文治に断られ、1917年卒業と、共に、司法監視法となった。 翌1918年、司法監視法を辞して、友愛会入会を果たし、1919年には、関東出張所主事となって、日立鉱山葬儀などを支援した。1920年8月に、東京連合会主事、10月には、日本労働総同名友愛会中央委員に就任した。1921年に、アナキストに対抗して、 労働組合へ帰れという論文を書き、知識階級排斥の標的とされ、東京連合会主事を辞任、翌1922年にヨーロッパ外遊に出た。ヨーロッパ外遊では、まず、ドイツを経て、ジュネーブに赴き、森とキャツを、アサリ淳志郎などの助力を得て、第4回 ILO 会議で日本政府の検証違反を暴露した。さらに1923年7月に、 ソ連に入り、ホーチミンや片山戦だと交流した。しかし、同年11月隊長を崩して帰国した。1924年、淡路島洲本町に移り、1926年に日本労働組合同盟会長、日本労働党中央執行委員に就任。1928年に洲本町会議員となり、1930年の第17回衆議院議員総選挙に、 兵庫第2区から出馬したが、落選した。1936年、郷里の長野県松本市に転居し、翌1937年4月に執行された第20回衆議院議員総選挙に、長野第4区から出馬したが、時点で落選した。1942年、第21回衆議院議員総選挙への出馬を起きと、したが出馬を辞退。 同年5月の松本市会議員選挙で松本市会議員に当選した。1946年、日本社会党から第22回衆議院議員総選挙に立候補し初当選を果たしたが、党ある名への関与から公職追放を受けた。公職追放解除後の1949年執行の第24回衆議院議員総選挙は落選。 翌1950年の第2回参議院議員、通常選挙には当選した。1960年に日本社会党を離党し、民主社会党結成に参画したが、1962年に政界を引退した。1973年2月20日に、新近拘束のため自宅で死去した。1889年1月14日、長野県東千曲郡松本町に、 旧松本藩士で小学校教員の父、棚橋先生と母、さえの四、男として生まれた。名付け親は、信濃の国の作詞者で、同じく旧松本藩士の浅井清で、風を切って、千里を走る大虎も生まれるときは、証拠なりけじという歌を添えて命名した。1899年3月に、東地区郡本城村人情小学校を卒業した後、4月に、 坂北村と本庄村との組合立高等小学校に入学したが、一家の松本移住に伴って7月に、松本町立松本人城高等、小学校男子部高等が1年に入学した。1901年、母方のいとこの勧めにより松本中学校の入学試験を受験し、合格者中、第4位の成績で休大した。松本中学校在学中に、 学生団体であったヒクモ会と自治団体であった消費者に入り活動した。1904年、棚橋は松本中学校4年に進級したが2月から続いていた日露戦争に刺激されて海軍兵学校への入学を決意した。この決意の背景には父である千明が作った借金により学費納入が滞ることが多々あったことから学費のかからない 海軍兵学校を選択したということがあった。松本中学校時代における棚橋証子。中列左から二人目が棚橋。しかし、10月に入って左足に激痛を感じ、診断の結果、左足骨髄炎を発病していた。当初、新旧単位の問題と地元の医師からリウマチと診断されていたこともあってしばらくはそのままでいたが、 病状への不安から1905年4月に松本中学校を一時大学をして5月から9月にかけて東京大学医学部附属病院で3度に渡り手術を受けた12月に帰郷、翌1906年1月から復学して3月に松本中学校を卒業したこの卒業に際しては通常1年の3分の1以上欠席であった 生徒は卒業できないこととなっていたが、棚橋は校長の小林うなりに自家談判を行い、小林が棚橋を卒業させる気であることを直感的に受け取った。松本中学校を卒業後、一旦銀行に就職したが2ヶ月で退職し、9月に左足骨髄炎の治癒のために再度上京したが、東大病院の医師に内臓の不調の可能性を言われ、 内科で診療を受けたところ左配線かたると診断された。こうした健康不安もあって急に宗教に関心を持ち、松本メソジスト教会に通うようになった。1907年洗礼を受けたが、深く感銘を受けていた牧師の配。2月に入ると、東千区郡和田尋常高等小学校の校長であった岡村千又から和田小学校で大用教員の誘いが来た。当初、 田中氏は健康不安に加えて、中等教員検定試験の受験を起としていたことから、その誘いを留保していたものの、検定試験9代までの生活費や、書籍代への不安から、9月に和田村へ赴き代用教員となった。なお、この代用教員時代の教え子たちによって、後年、保身会という同窓会が組織されている。健康不安は続いていたものの、1909年に、 入ると、左足骨髄炎の山遺言の大部分であるとされた、足の骨片を除去することができた関係で、やや回復に向かい、それにつれて、管理を志し、帝大崩壊への進学を考えるようになった。帝大への進学に向け、まず翌年7月に行われる、高等学校入学試験を受験することとした。当初、第一高等学校への進学を考えていたが、 合格に不安があったことに加え、関西の生活に好奇心を抱いていたこと、消費者の後輩である細田中志郎が京都府立医学専門学校に在学中の関係があり、好都合であったことから第三高等学校を選択することとした。受験準備の間、父、千明の死に直面したが、1910年7月に第三高等学校を受験し、合格を果たした。 田中氏は合格の知らせに接するまでの間、左足骨髄炎が再発して、東大病院で再度手術を受けることとなった。一旦退院できたものの、9月入浴時に、傷口から単独に感染し再入院することとなった。しかし、すぐに退院して10月に、松本を離れ、京都へと向かうこととなった。1910年10月から第三高等学校へ、 投稿を始めた棚橋は、11月に入ると、京都に、消費者の死者を設けることを基として、細田忠志郎や三沢松雄などの松本、中学校出身で、京都に住んでいた4名と黒谷に、吉幸社と名付けた家で、共同生活を始めた。この京都消費者には後に、山名義鶴や塩川国助などが参加するようになる。1911年早春に、山名吉鶴に出会い、 三名の誘いで演説稽古のグループ、獣王会を結成した。参加者は、棚橋のほか岸井敏夫、岸田幸夫、末川博士、麻生久志、岡林次郎、吉田光夫、京、総佐方、大西文一、村田俊行女、細谷雄三、新名、万里、平等等であった。この獣王会参加者とのつながりは、後に棚橋が労働運動家や、 政治家として活動する中でも続くことになっていく。こうした獣王会の活動の一方で、棚橋と三名は参考運動部の秘密結社であったバンドに参加した。9月にこのバンドによるナンパ学生暴力制裁事件が起こり、麻生を中心とした獣王会はバンド排斥運動を展開した。この折に棚橋と三名は獣王会メンバーにメンバーされ、 この影響で一時他の縦横会員との意思疎通を書くことになった。1913年1月、織田彦一の公認として参考校長となった、坂井佐保の排斥運動が発生した。この排斥運動は、第一次五県運動に参考の学生が呼応して、京都における暴動に参加した県議で、川端警察署の刑事が、寄宿舎で捜査を行い、 被疑者を連行した事件を発端としており、この刑事の寄宿者への侵入は、学校側が刑事となれあって、刑事の欲しいままにさせたとして、もともと生徒側にあった、堺校長不信への考えもあって、堺校長への排斥運動へと至ったものであった。この排斥運動の中で、中央会を中心として、校長問責生徒大会を開催して、堺校長もこれに出席した。 堺校長はこの大会において率直に学校側の過失を認め誠意を履歴したこともあって排斥運動は鎮静化へと向かったこの校長問責生徒大会の中心には棚橋も動いておりこうした対象性変の影響を受けた様々な活動を通じて徐々に自由主義、個人主義へと転向していくようになる7月に入り棚橋は上京して 東京帝大法科を受験し、合格した。法科には、棚橋の他に、獣王会の同志である、山名義鶴と、麻生久氏も進むことになった。1914年、棚橋は、仮想階級の解放について、吉野作造や安倍送を訪問して、意見を問うたり、学友との議論をしたり、先輩を訪ねて意見を聞いたりした。これは、 田中氏が参考卒業時までに抱いた仮想階級の解放を目的とする政治団体の樹立と大学改革という二つの目標を具現化させるためであった。しかし当初は希望に燃え張り切っていたものの次第に希望を失い、ただ習慣的に大学に通っているというだけになっていった。こうした中で7月に田中氏は初めて落第を経験することになる。 この衝撃から一時距離の松本に帰り、過去の自分との決別のために自由奔放な野生的生活を翌月まで送り、体力と気力の回復に努めた。1916年2月、吉野作像を訪問した棚橋、麻生、三名は吉野から友愛会の話を聞いた。棚橋はそれまで将来の死亡について決めかねていたが、 友愛会の話に深い感銘を覚え、おぼろげながらも友愛会入りを志すようになる。5月には政治家を志すことを決め、当時の棚橋の日記で次のように記述した。俺は世間一般の学生のように生活のために職業を得ることが唯一最大の目的であるということを不動の前提として疑念なしに受け入れることはできない。俺は地位職業の得ることは 自己の生存の意義を、まっとうし人生の目的を達するための手段に、過ぎないと考える。だから我々は生活の手段としての職業を得る前に、人生の目的、生存の意義を考えこれを知ることが前提であると、確信する。宇宙の一分子として、生を受けた、俺は、難しい理屈なしに、宇宙の大活動、大運営に合体合流すべきであると考える。 宇宙は、苦遠の昔から、無休の未来にわたって休むことなく活動している。宇宙は生む。増やす。活動する。生き生き反もする。進化する。発展する。人類そのものも進化する。社会も前進する。これが、宇宙の大運営の実態である。しからば、宇宙の一分子として、生を受けた、俺は、 文句なしにこの宇宙の大運営に参加すべきである。宇宙、自然と歩調を合わせて活動すべきである。他を作るもよし、書物を書くもよし、あらゆる生産に参加すべきである。宇宙、人類、生物の利益繁栄を図るべく、害を除くべきである。人類を幸福にし、不幸を除き、人類の精神を美に始順にし、彼らをして、平和を楽しましむべきである。 これが我が生存の目的ではないか。宇宙の運営に参加するというが、いかなる部分に参加するのか。そこで職業の問題が起こってくる。俺は、この点については、漠然ながら、社会、国家、民衆のために働こうと前から考えていた。国家の流星と、社会の進歩発達と、人類の幸福とは、原則として一致する。人類は、 宇宙自然の中で最も霊妙なものであり、国家と社会とはその人類の構成組織としているものの中で最も引いてたものである。国家社会の流星進歩は人類の幸福と一致してこそ意味がある。もし国家、社会の活動力が社会、人類の不幸を弱気することになったら、これこそ大矛盾である。ゆえに国家の活動力を常に社会、 人類の発展を促し幸福をもたらすように、行使することは、最も必要なことである。これこそ、政治の原則でなければならない。俺が政治家を志す根本の動機は、国家の活動力を、社会人類の幸福と発展のために奉仕せしめ、行使せしめるということである。大学卒業を一年後に控えて、具体的にどうすべきか。まだ漠然としている。前景棚橋書。 P73 から75政治家を志した棚橋は初中休暇を利用して松本駅郷した。そこで引くも会の後輩である青山善吉の相談を受けて当時の松本中学校長であった本城太一郎の排斥運動を展開することになった。これは小林うなりの公認で校長に就任した本城太一郎の教育方針についての反駁から 怒った運動で一時生徒側がストライキに及ぶ可能性まで進んだが本庄が年度いっぱいで校長職を辞任することで決着を見た。1917年2月、棚橋は吉野作造を訪問して自身の友愛会入りを相談した。棚橋は吉野が友愛会入りに賛成するものと考えていたが、吉野は友愛会入りに反対して労働者の法律顧問と なるよう進めたしかし、棚橋は、自ら労働者となり、自分の周囲に同志を集め、それを拡大して、団結を作る道を選びたい。として、4月に、鈴木文治と面会して、友愛会員になった。6月に入ると、安倍宗、吉野作造、油や二郎をそれぞれ訪問し、棚橋の友愛会入りに、賛成の意見を受けた。 安倍総から鈴木文治宛の紹介状をもらい、7月に鈴木文治を訪ねたが、財政承認を入れる余地なしとして断られた。ただ、棚橋もこのまま友愛会に入ることができても、法律の実際に通じないから、十分な活動は不可能だろう。むしろ1、2年弁護士でもやって、法律の事務に通じてから友愛会に入る方がいいのではないか、と考え、 吉野の作造に相談したところ司法官司法になることを勧められた。そこで、棚橋は早速司法官司法の出願手続きを進めて内定を受けるとともに、鈴木文治には将来の友愛会入りを約束した。こうして、棚橋は一旦司法官司法として歩みを進めることになった。司法官司法になった棚橋であったが、1918年4月に麻生に、 友愛会入りを強く進められたこともあって、徐々に司法監視法を辞め友愛会入りをすることを考えるようになった。その中で友愛会の野坂33、麻生久し、来る構造らと友愛会改革案を検討するようになっていく。これは友愛会を労働団体として改祖するためのもので、次のような成案を会長の鈴木文治に提出し、改革案は了承された。 この了承とともに、田中市の友愛会勤務も承諾され、労働運動家として活動していくこととなる。友愛会を、関東、関西、横浜の三部に分かち、各主任者一名を基前権を委任して、経営に新しむ。三部は、各独立とす。会長は、以上三部を統括す。会長の俸級は三部の分担とす。労働及び産業は、本部の直営とす。 各部は一部7000の割合にて代金を本部に支払う。関東部は棚橋、関西部は来る、横浜部は板倉、労働及び産業には農坂を各主任とし、湯や、平沢、菊地は解雇とすること。社会改良は知識階級に対する自由思想宣伝用として我らに一任させてもらうこと。麻生が主としてこれにあたる。全田棚橋書。 P103UI 会入りを決めた棚橋は9月に入ると、麻生歌区をクラブとして、毎週会合をすることを、麻生、山ならと申し合わせた。これは、社会情勢の研究団体で、後に木曜会として発展し、佐野学なども参加するようになる。10月27日、棚橋は、司法監視法の辞表を提出し、翌日に UI 会に入った。UI 会入りを果たした後、 田橋氏は、吉野作造から内務省保健調査会が、労働者の整形状態を調査するため、東京市内の労働者街に定住して、その調査に当たる人物を探しており、田橋氏がその任に当たったらどうかとの誘いを受け、調査会を主催する高野岩三郎に面会した。高野から話を聞いた田橋氏は、友愛会の松岡、野坂に相談し、反対を受けたものの、 調査の仕事を放棄する気になれず受諾することとなった。棚橋は早速、労働者街を調査して、保健調査所の設置場所として島全体が、労働者の町であった月島を、調査責任者を山名吉鶴とした棚橋は、側面からこれに協力することを高野に進言した。当初、高野は、月島を調査所の設置場所として認めずに、本序柳島横川町を考えていたが、 視察の結果、月島を調査所の設置場所とすることにした。この月島の労働保険調査所は、関東方面の最も解明的な労働運動の基地となっていく。1919年、鈴木文治党中における有愛会本部。前列左から来る構造、野坂33、北沢慎次郎、松岡駒基地、後列左から一人置いて、 麻生久志、山口正俊志、棚橋翔子、蟹吉夫。12月に入ると会長の鈴木文治が投資したこともあって、棚橋は関東出張所主任として忙しい日々を送るようになっていった。棚橋は東京帝大時代から住んでいた本郷から月島の持田森一の2階にその住居を移し、講師もに労働運動に関わるようになった。 1918年末当時で、関東出張所管内の友愛会員は、約5000人で、管内で起こる葬儀に暴殺されていった。そんな中、1919 19年1月に、岸井俊夫の名に当たる講師と婚約した。講師は、岸井俊夫のイボアニに当たる岸井しな八の次女で、岸井俊夫の誘いで見合いをしたことがあった。講師との間には後に三男次女を設けることになる。 春頃に起こった三田支部における賃金値上げストライキでは当時としては珍しい12日間にわたるストライキとなり棚橋はこの葬儀を指導するとともに会社側との交渉も担当して要求の大部分の貫鉄と犠牲者を出さないという結果を導き出し大会社を向こうに回し支部の全力を挙げて対決した初めての葬儀であって大変印象深かったと回想している さらに、治安警察法第17条撤廃運動を、鈴木文治の代理で、友愛会の会長になっていた北沢慎二郎に提案し、賛成を得て、この運動を展開した。こうした活動の中で、棚橋は、さらなる、労使の対立を前提とする戦闘的、労働組合主義への転換を考え、麻生久志の友愛会入りを起とするようになる。4月、棚橋は、 麻生の UI 会入りを実現に向けた動きとして、麻生が UI 会入りを決意させること、UI 会本部の人不足を他の本部員に認識させることのためにサボタージュを行い、UI 会を長期欠勤して松本に帰郷してしまう。これを受けて5月、麻生は UI 会入りを決意し、UI 会本部側でも受け入れを承諾した。麻生は早速棚橋に状況を求める手紙を送り、 棚橋はこれに応えて、UI 会に復帰することになった。状況後、棚橋は、会長代理の北沢と主事の松岡小牧吉と協議して、本部の人容一指案を実行に移す。第一着手として、UI 会出版部長であった平沢啓七を退職させ、麻生を部長に据えた。こうした結果、UI 会は、労働団体としての人容を整え、8月末に開催された。 友愛会第7周年大会において、第2本労働総同名友愛会に解消を決定した。この大会において、明白な社会主義に立ってはいないが、労働者の人間性を強調し、資本主義の発達と機械文明の進歩が必然的に労働者の人格を無視して、これを単なる生産の機械視することに抗議し、労働者は国際連盟と労働規約の精神に行き、 自力をもって労働者の生存する権利と自由とを獲得すべきことを主張して、さらに組織体制も会長独裁制から職業別地域別の地盤より選出された25名の理事の会議制への変更、地域支部を職業別もしくは産業別全国組合に改祖する組織方針の打ち出しを行った。棚橋はこの大会後に開かれた理事会において、 新たに設置された鉱山部の主任を兼任することになり、以降鉱山における葬儀を担当することになった。9月に起きた ILO 代表権問題において、棚橋はその運動の中心となり、10月には足尾鉱山葬儀を指導することになった。この時、棚橋は友愛会足尾支部演説会に出席し、演説をしたが、警官によって演説会は中止とされ、 これをきっかけとして、足尾鉱山における UI 会員の傍聴を生むこととなった。10月26日にはついにストライキに発展したが、一部が暴動化したため28日に会社側の要請によって警官隊が一斉検挙を行って、足尾ストライキは鎮静化に向かうことになる。11月末には日立葬儀が発生し、棚橋や麻生などが派遣された。 この葬儀での演説会において、棚橋は、治安警察法第8条による解散命令に従わなかったとして、麻生田8名と共に逮捕され、水戸監獄へ未決集官となった。この葬儀以降、関東における鉱山の労働運動は相次ぐこととなり、関東出張所と県民では手が回らなくなったこともあり、麻生が鉱山部主任となり、棚橋は、 関東出張所選任人となってその後の労働運動を指導していくことになった。1920年5月2日、友愛会ほか15組の労働組合は、新人会などの思想団体も加えて、上野公園において第1回メーデーを開催した。このメーデー開催後、メーデー参加団体は、協議会を開き、今後の運動について継続的な連絡期間を設けることとして、 労働組合同盟会を創設した。この同盟会に対して UI 会は大きな影響力を持ち、労働運動の展開にさらに大きな役割を担うことになったが、また一方で流星しつつあった社会主義やアナーキズムによって UI 会内部の統制は難しい状況であり、会の統制を図るために一応あそうを日本社会主義同盟との連絡役にする程度で止めていた。 6月に入ると、棚橋は、富士防石押上工場の葬儀を指導することになったが、この葬儀は失敗という結果であった。8月、関東出張所の管轄であった各支部は、自主的に労働運動を展開できるようになったとして、各支部の自主性を広範囲に認めて、関東出張所を解消して、大日本労働総同盟友愛会、東京連合会へと発展させた。 この東京連合会において、棚橋は主事となり、9月には連合会初期に松本中学校時代から棚橋と進行があった上条安一を招いた。10月に開催された友愛会8周年大会において友愛会は日本労働総同盟友愛会と解消するとともに、出張所制度を廃止連合会とすること、理事制を廃止中央委員制とすること、各支部を産業別、 職業別に再編成すること、支部に職業紹介書を設けること、毎年命令を行うことが議決された。この議決とともに役員選挙が行われ、棚橋は関東選出の中央委員に就任した。さらに、麻生を中心として産業別の支部結成に向けて動いていたが、これに棚橋も協力して10月20日全日本交付。 総連合会を結成し、棚橋は相談役として名を連ねた。その後、三越葬儀の指導や足立製作所事件の後処理などの活動を展開し、棚橋は東京連合会のようとして活躍をしていった。1921年1月、棚橋は友愛会の機関し、労働新年号に労働組合へ帰れという論文を発表した。 労働組合を作ってその力で労働者の地位を改善しようなどということはまだるい。我々は手取り早く社会主義者となって直接行動をした方が早い。これはこの頃労働者自身の口からよく聞く言葉である。けれどもそれは間違っている。直接行動とは一体どういうことを意味するのか。直接行動とは警官と小競り合いをして一晩警察に止められたり、 禁止の革命化を交渉して、大道を歩くことではあるまい。こんな直接行動では、社会の大革命は愚か、資本家の自動車一つ転覆することもできないだろう。こんな貧弱な直接行動を手頼りにして、労働者にとって、大切な大切な労働組合から労働者の団結マイナスを捨て去ろうとするのは、狂気の沙汰ではないか。直接行動の最上の手本は、 ナミランの大路戦争を援助しようとした英国政府に、対し英国労働階級が行動委員会を作り、もし英国政府にしてナミランを援助するならば、全英国の労働者は一例のもとに総同名企業をすると言って威嚇した態度である。英国政府はこの威嚇に震え上がってナミラン援助を思いとどまった。日本の労働者よ。直接行動とはこういうことを言うのだ。 直接行動という言葉を玩ングのごとくに頑望して直接行動のままごとをやって嬉しがっている連中は少し眼界を高く大きくする必要があろう。なるほどままごとや玩ングの直接行動をやるには別段強い労働者の団結や労働組合はいらぬだろう。そんなことなら単独でもできる。しかしこんな玩ングやままごとで我々労働者の地位の改善ができると思ったら 大間違いだ。真実に労働者の地位を向上させることのできる。直接行動は、労働者の代々的団結を必要とする。兄弟有望な労働組合が必要だ。諸君、急がば回れだ。労働者が最後の決定的勝利を占めようとするには、まずそのまだるっ為運動すなわち、労働組合運動をすることが肝心だ。警察官と格闘する一人の勇士よりも、 穏やかな100人の人が団結した一つの労働組合がどれだけ資本家にとって権力者にとって恐ろしいかわからないのだ。労働組合を作ってその力で労働者の地位を改善しようなどということはまだるっこい。我々は手取り早く社会主義者となって直接行動をした方が早い。と労働者が言っているのを聞いて警察のお役人は薄気味悪い笑顔をしているではないか。 資本家は耳に口を寄せて、しめしめと言っているではないか。労働者よ。考え直せ。騙されるなよ。労働組合へ帰れ。それが労働者の王国である。前景棚橋書 P207 から208棚橋は多忙で静止する時間もないので、日頃頭を悩ましている。最近の労働運動の動向についての感想を、 東京連合会の机で頭に浮かぶままに書き流し、ほとんど読み返しもせず、本部に送ったが、この論文は一部急進的労働組合から強い、批判を浴びることになった。4月、3月に起こった足尾道残葬儀を解決に、麻生と共に導いたが、三次カリスト、社会主義者、急進的労働者はこれを、麻生らが直接行動をもって最後まで資本化と、 抗争することを恐れ中都市本家に葬儀を売りつけたものと批判して知識階級指導者の屈辱的妥協精神にその罪が起するとした。その後、5月に行われた第2回命令においてこの両者の相違は明確化し、7月に開催された東京連合会大会において棚橋にもその批判が集中することになった。この大会において棚橋は大会議長を務めたが、 三次カリスト、社会主義者、求心的労働者などからの知識分支配劇にあって、議事進行を行えなくなり、議長辞職を余儀なくされた。さらに棚橋は、こうした東京連合会の状況を受けて、東京連合主事についても辞職することになった。この主事辞職については、友愛会幹部総会において遺留され顧問就任の提案もあったが、棚橋自身に思うところがあって受諾せず、 最終的に主治辞職に決定した。これは棚橋が社会主義や共産主義、無政府主義と労働組合運動の関係についてもっと研究して、かっこたる信念を持ちたいと考えてヨーロッパやソ連への外遊を起としていたためで辞職後に妻、講師を連れて大分県国崎町に移住して、早速外遊に向けて準備を進めることになった。百二十二年、 田中市の東欧友愛会本部で撮影された写真。前列左から松岡小間吉、鈴木文治、田中市翔子、麻生久志、野坂三十三、加藤貫十、山本健造、後列左から三人目、赤松勝丸、二人おいて、上条愛一。持。1921年末に麻生の提案で、田中市の外遊資金調達のために、東欧記念論集として、 新社会的秩序への出版を行った。この論集は、棚橋昌子を知っている学者や評論家、社会主義者らに寄稿してもらい、印税を棚橋の外遊資金に充てることとしていた。なお、論集には、山川仁志、高野岩三郎、北沢慎次郎、荒畑勝次赤松勝丸坂井敏彦、上田定次郎、長谷川万次郎、米田翔太郎、 大山育夫、片尾は伸び、安倍伊藤、佐野学新荒井角、石本慶吉、末広岩太郎に加えて麻生が寄稿している。この記念論集の印税のほか、棚橋は参考時代の先輩の仲間田正夫や、講師の父である、岸石那八などから支援を受けて、要項費用を苦面した。こうして、棚橋は党の目途が立つこととなり、1922年7月13日に、 文字を出向して、上海、8月24日に、マルセイユを経て、9月10日に、ベルリンに到着した。棚橋は、ベルリン到着後、高野岩三郎に紹介を受けていた、森とキャツオラの出迎えを受けるとともに、大内ヒョ石浜智之、山崎和夫などに会っている。このベルリンでは、ソ連でも通用するというドイツ語の練習のために、ドイツ語学校に通っている。 11月に、ジュネーブに赴き、その頃開催されていた第4回 ILO 会議に、日本労働総動盟理時の新任状を持参した上で、森とおよび浅利淳志郎の手を借りて、各国代表を歴訪し、日本政府の検証違反を暴露した。これは、日本の労働代表として赴いていた、田沢義春の資格について抗議したものであった。12月に魚中毒で、腸出血になり、 伊藤清が看病に当たった。1923年4月、棚橋はベルリン大学哲学科の入試を受けて合格したが、同時期にソ連からの入国許可も得た。これは赤色労働組合インターナショナルの中央、執行委員で当時日本に戻っていた。棚橋は入国許可を受けて、7月にリガを経てモスクワに入り、国際農民大会に、 日本の王民組合代表であった大西敏夫の通訳の資格で出席した。この時期にホーチミ民と交わり、以降友好関係を築くこととなった。9月に入ると関東大震災の知らせが棚橋に伝わり、さらに10月には発熱に苦しんだこともあって、帰国を決意するようになった。11月、棚橋はモスクワを出発し、 シベリア鉄道でシベリア横断をすることになった。中途、越境の際の面倒に備えて車窓から日記も含めた一切の書類を処分した。棚橋は日記にソ連を立って日本へ帰ると決めたとき、日本改造については一応の構想をまとめていた。日本の改造はボルシェビズムによるべきではない。これは日本の国情に合わない。民主主義によって 社会主義の実現を目指すべきである。と記している。棚橋は満州の日本領事館で入国許可を待つことになったが、日本総領事を務めていたのがたまたま松本中学校時代の先輩であった田中文一郎であり、この縁もあって入国許可は速やかに行われた。帰国後、棚橋は1924年1月に京都に赴き、 京都大学医学部で診察を受けた結果、配線部に病巣が見つかり、療養の必要を宣告された。棚橋は、兵庫県津南郡洲本町の岡林次郎を訪ね、洲本を療養の地と定めて、移住を行った。以降約1年間療養を行い、健康を回復させて、同所で弁護士を改良して、活動を再開させた。日本労農党。 日本労働組合同盟の結成、編集1927年、普通選挙による神奈川県会議員選挙において、日本労働組合同盟会長として応援演説をする棚橋。1925年、活動を再開した棚橋は、淡路を中心に、関西方面で労働運動家として活動を展開した。地元では海ボタン労働組合工場会を結成して、 ストライキを決行したり、日農のおざ運動や、農民運動、労働組合運動など様々な活動を行った。また、無産政党の結成にも関わり、7月18日に関西民政党を結成、12月には農民労働党を結成した。1926年に入ると、こうした無産政党結成の動きはさらに活発化し、3月に労働農民党が、 結成されると、棚橋は、淡路支部の準備委員に押された。8月に、淡路支部は、創立大会を挙行し、時期を同じくして結成された日本労働、総同盟兵庫県連合会に、棚橋は会長として入ることになった。単一無産政党として誕生した、労働農民党であったが、右派と左派との対立が激化して右派は、総同盟と共に、社会民衆党を結成し、 労働農民党は左傾化を強めた。棚橋はこれを受けて、労働農民党アージ支部を離れて、社会民衆党に合流しようとしたが、11月23日に、麻生久志らが、日本労農党創立主意書を発表し、その主意書に、棚橋に無断で、創立発起人に加えたことから、棚橋は、日本労農党への参加を余儀なくされた。また、この出来事を受けて、 総同盟は棚橋を麻生らと共に除名し、加えて天ヶ崎連合会からも除名された。棚橋らの離反に憤慨した総同盟天ヶ崎連合会員50名余りは棚橋の事務所を襲撃し、棚橋は東部に列勝を負った。この少し前の12月4日、総同盟と決裂して結成された日本労働組合同盟の会長に棚橋は押され就任した。 さらに12月9日、日本領農党結成大会が挙行され、この大会において、棚橋は中央委員に就任した。1927年3月、山名義鶴と共に上京した棚橋は麻生から、神戸より立候補することを勧められた。しかし、実行はせず、兵庫県第2区からの出馬を模索することになった。棚橋は、組織固めのために五月に、 日本労働組合同盟兵,兵庫県連合会を結成し、労働組合方面の組織を固めるとともに、6月には、淡路における全日本の民組合連合会の担当者として、長尾小作を任命し、7月には、全日の淡路支部を結成して、農民運動方面の組織も固めた。9月4日、日本労働党淡路支部を結成し、 衆議院総選挙の前哨戦として位置づけられていた、兵庫県会議員選挙に備えた。9月25日の県議選の結果、日本労働党からは、坂本勝る、長江和夫、行政長蔵が当選したが、棚橋が応援して、淡路から立候補させていた、木村初吉は落選した。1928年2月、第1回普通選挙が行われることになり、 棚橋は立候補に向けて動き出したが、準備不足から立候補を断念した。しかし、日本労働党淡路支部の党員はこれを受けて、相モ町会議員選挙の立候補を棚橋に要請し、3月、棚橋はこれに立候補して当選した。5月21日、それまで分裂していた日農と全日農の合同が成立し、5月27日には合同大会が開催された。 これを受けて、無産政党も合同に向けた動きを強め、10月17日に、日本労農,農党、日本農民党、無産大衆党、九州民権党、中部民衆党、新州大衆党、島根自由民衆党の合同に向けた話し合いを行うために、川上上太郎、坂本、三名、麻生、棚橋が神戸に参集して5者会談を行った。この会談において、 棚橋は合同に反対したが、結局11月に合同は決定し、12月20日に日本大衆党が結成された。この結成に際して、棚橋は高野岩三郎を新党の委員長に据えようとしたが、本人が承諾せず失敗した。このため委員長は空位となり、初期長に平野力蔵常任執行委員に、 棚橋や麻生ら24名が就任した。第17回総選挙への出馬、編集1933年における棚橋一家。後列右から棚橋、次女のマリコを妊娠中の講師、前列右から長男の大助次男のユーズ。1929年2月4日、前年に成立した無産政党合同に伴って各政党の支持団体となっていた。 労働団体の合同が決定していた関係で、合同後の組織で優位を得るために、日本労働組合同盟中央執行委員会の席上、淡路から東京への移転を公約させられた。これには、同盟に参加していた山名義鶴や上条愛一らが動いており、棚橋を次の総選挙で東京第4区から出馬させる目的があった。3月6日から、 東京府会議員選挙と神奈川県会議員選挙の応援に赴いたが、淡路に戻った後に、連日の高熱に浮かされた。診断の結果、腸チ不死と診断され、5月29日には治癒したが体重は10巻9000本目にまで減少していた。7月23日、棚橋は、す本で第一回大衆講座を開催した。講師には、 川上上太郎を迎え、相本における労働教育の場の創設となった。この大衆講座は8月14日に第2回を開催し、講師には松沢兼人と杉山本次郎を迎えた。この間、8月8日に神戸で兵庫県第2区から総選挙に立候補する意思を表明した。これは6月の段階で田中義一内閣の総辞職を受けて成立した。 浜口祐子内閣が衆議院解散をすることを予想して動いたものであった。しかし、棚橋は2月にすでに東京移住を公約している関係で、3名はこれに反対した。しかし、棚橋は、もし立候補となれば、落選の場合を想定すれば、次回の総選挙に、この選挙区で立候補する以外に道はない。しからば、当分、東京移住は、不可能だし。 その結果同盟会長を辞任するほかはないとして、兵庫県第2区からの立候補を決め、3名はこれを止めないこととなった。1930年1月4日、棚橋は坂本勝方で、兵庫県第2区からの立候補を正式に表明し、2月20日の衆議院解散を受けて選挙戦を開始した。選挙事務長は坂本正として、選挙地盤の甘が市、 西宮市、向こ郡、川辺郡有馬郡は、藤岡文六が、綱郡、軍、三原郡は労働同盟初期の岩、井い太が担当することとした。しかし、選挙資金不足は、著しい状態であり、開票の結果、得票は4148票で回から2位の惨敗であった。この選挙戦の間も、労働組合の合同問題の話は、進んでおり、 選挙後の5月8日に上条と話した際に合同成立前に状況移転がない場合は合同成立後の推薦は難しい旨が伝えられた。これを受け棚橋は5月14日に上京して麻生、三名、上条と会談して合同後の組織の会長は断念することを伝えた。5月31日、日本労働組合同盟と労働組合全国同盟は 合同委員会を開催して、棚橋は議長を務めたが、翌日開催された合同大会において会長には、王屋昭三が就任した。総選挙における惨敗と組合同盟会長辞職の、後、棚橋は中央から徐々に交代し、また交友上においても、麻生、三名、岸井、上条、坂本などとの関係が気まずい関係になっていった。 1936年3月2日、棚橋は,は、洲本町会議員に参戦を果たす。しかし、参戦を果たしたものの棚橋は,は、この以前から、自分としても選挙区を持たねばならないという考えから、松本への帰郷を考えるようになった。10月に、棚橋は,はついに松本への帰郷を決意してまず、長男、大輔を、松本中学校へ転校させた後、11月22日に、 淡路を立って松本へ移転した。11月26日には弁護士事務所の看板を出し、松本における生活を開始した。第20回総選挙への出馬、編集1937年の総選挙時の選挙事務所風景。左から一人おいて、妻の講師、桃瀬義郎、棚橋、林虎尾、山本初吉。 1937年の社会大衆党候軍、遺門。左から佐竹新一、二人おいて、棚橋、河野筆袖、寺内俊一、川上上太郎、玉木陽美、西尾末広1937年3月31日、林千十郎内閣は衆議院を解散し、これによって総選挙が行われることとなった。棚橋は、 長野県第四区から立候補することとし、選挙事務長の百瀬義郎を中心として、大表教員時代の教え子である、和田村長の上条海次郎や、旗産業組合専務理事の伊藤茂芸作など、県連合青年団の幹部から上条次郎や、所定門など、さらに、堺大衆党から林虎尾や山本初吉など、また東京から、新人会の木入小太郎や、 作家の葉山よし樹などで選挙組織を構成した。なお、棚橋は当時まだ淡路から移住したばかりであったこともあり、この選挙組織は主に林とラオが担当していた。棚橋陣営は第19回総選挙時にトップ当選を果たし、1936年12月に死去した中立候補の安世田明の支持者を全選挙区においてほぼ 田橋支指示にすることに成功し、さらに、東地区郡においては、社会大衆党長野県支部連合の青年団幹部や、大洋教員時代の関係者、少年時代の追い立ちの地の人々、南安住郡においては、農民、旧党の関係者の支持がそれぞれ得られたが、一方で、北安住郡での支持は、伸び悩んでいた。当時の新聞で、田中木入林の3名を、 トラと林立て、人気は良かったと、林虎尾は改装している。しかし、棚橋陣営が配布していた、立候補挨拶状に印刷された写真の中で、棚橋が佐野学部や高徳修水と写っている写真があり、棚橋の対抗馬であった、立憲養成会の田中幸はこれを棚橋が、共産主義者の証拠だとして、逆宣伝した結果、棚橋の支持基盤の一つであった。 教育界の支持を失い、4月30日の投票の、結果9669票の時点での、落選であった。ただし、松本市で得票第3位、地域の村である島立村、和田村では、得票第1位という前線。選挙落選後、棚橋陣営は買収競争の県議で5月2日正午まで25名が、取り調べを受けたが、林虎尾が、 留置関係者の釈放を求めるなどして取り調べ、終了後に蓄次帰宅が許された。しかし、5月4日には、幹部2名が松本刑務所に強制収容され、さらに、諏訪市の林宅に逃れていた棚橋と、桃瀬も逮捕され、最終的に桃瀬他6名が、後半に付されてそれぞれ禁錮刑や、長勤刑の判決が下されたが、文書違反程度で解決を見て、 桃瀬には後に執行猶予となった。総選挙で辞典となった棚橋は、社会大衆党松本支部を結成して、自らの政治基盤の拡大を図った。さらに11月29日から、社会大衆党第6回全国大会で決定となった、公軍異門に参加した。この公軍異門団は、満州藩、上海藩、北支藩に分けられており、棚橋は、 北市藩に参加した。1938年12月11日、社会大衆党県連合大会が開催され、県連合委員長に選出された。党内で着実に中央への進出を進めていた棚橋であったが、1939年2月に、社会大衆党と東方会の合同に失敗して、以降、新体制運動の中心となっていった。 社会大衆党は1940年7月6日に解党し、さらに党の中心にいた麻生も9月6日に死去したこともあって独自で選挙地盤を固めざるを得なくなった。この間、1939年6月18日に妻の講師が遺願のため死去している。党亜連盟参加から翌3選挙出馬断念へ、編集1941年3月16日。 棚橋は、東亜連盟の南進支部発足に関与して、その発会式では座長を務めた。この発会式において、南進支部長には、林虎尾が選出されたが、後に棚橋が支部長に就任した。棚橋の東亜連盟参加は、他の旧社会大衆党主流派の人物たちと行動を共にしたもので、南進支部から分かれる形で、同年6月には北進支部が、 11月に中心支部がそれぞれ発足した。各支部は1942年12月当時で、北新支部が28人、中心支部が120人、南新支部が143人の会員を要し、独自の選挙地盤として形成されていった。棚橋は1942年に入ると、次期総選挙出馬に向けた動きを活発化させていく。これは、 衆議院議員任期延長に関する法律によって、総選挙の実施時期の特定が可能であったからであり、棚橋は上京して推薦制の見通しを探るとともに、大政翼賛会への売り込みと旧社会大衆党員への顔つなぎを行った。さらに、東亜連盟本部に赴き、木村武雄から立候補の場合は千円補助すという約束の取り付けに成功し、また原玉井から、 翌3会事務総長横山女性の手に推薦してあるという連絡があるなど、東亜連盟を通しても売り込みを展開していた。棚橋は、東亜連盟ばかりでなく、右翼政党である第二本党や、右翼系政治家として知られていた中原金氏が率いる、東亜建設国民連盟長野県支部も通しながら、総選挙に向けた動きを本格化させていったが、最終的に四月一日に、 翌3政治体制協議会の推薦が受けられないことが決まったことを受けて第21回衆議院議員総選挙への出馬を断念した。総選挙への出馬断念を決めた直後の4月10日、棚橋は松本市会議員選挙への出馬を志した。市会選挙においても推薦制が採用されたが、組織された松本市会議員翌3選挙協議会に棚橋と親しい丸山つねとや、 松本中学同窓の忠介一郎などが入ったこともあり、5月9日に棚橋は推薦候補者になった。5月24日、前日までに非推薦の立候補者が出なかったことから、棚橋は無投票で松本市会議員に当選し、以後松本市会を中心に政治活動を展開していく。松本市会議員として棚橋は1944年に、 大政翌3回松本市部常務委員ヒットとなり、さらに翌1945年には5月に松本市国民議員退参与、翌月には松本市参事会員となった。国政への進出、編集1945年8月15日の敗戦を受けて、棚橋は9月23日に旧社会大衆党員懇談会を開催して、選挙体制の発足を図った。 11月2日に日本社会党が決闘し、その結成大会において、棚橋は中央執行委員に選出される。さらに12月5日には、社会党松本支部を結成して、支部長に12月9日には、社会党長野県連合会結成大会で、執行委員長にそれぞれ就任した。12月22日には、長野県第四区の正式候補者に決定したが、 1947年に長野県は特例で大選挙区連規制が取られることになった関係で新たに清水慶一郎と菅沢都合が棚橋と共に選挙を戦うことになった3月11日棚橋は総選挙への立候補届出を行い4月10日の投票の結果得票第7位の6しかし翌1947年3月31日に 議会は解散し、さらに4月6日に、東亜連盟関与のために、公職追放が確実となり、議員を失職した。この間、棚橋は、初の民選知事を選出する長野県知事選挙の候補者選考に奔走し、本土を常松ほか17名と、高野湯会議を行って、林虎を知事選の候補者に決定した。 林は4月7日の選挙で当選し、以後参戦することになった。1948年5月22日、公職追放が解除されて12月23日の慣れ合い解散が起こると、早速立候補した。しかし、1949年1月23日の投票の結果落選し、これを受けて4月14日には、社会党大会大議員を除かれた。 12月18日、棚橋は県連合大会で参議院候補に押されて1950年5月3日に第2回参議院議員通常選挙への立候補を表明し、6月4日の投票の結果20万5 305票を獲得してトップ当選を果たした。7月11日、棚橋は参議院社会党議員副会長に就任した。 1951年10月に開催された社会党大会が開催されると、講和条約をめぐって左右に分裂し、棚橋は社会党を右派に所属した。1952年4月15日、社会党右派県連結成大会が開催され、翌1953年2月22日には県連委員長に就任した。さらに1954年1月の党大会では、 再度中央執行委員に就任して、右派の重鎮としてその姿を示した。その後、左右は統一されたが、棚橋は県連大会委員長を留任され、1956年7月8日の第4回参議院議員通常選挙の結果、34万871票で再度トップ当選を果たした。1959年9月、社会党が、 西尾末広門責問題で紛糾すると、10月25日に衆議院議員21名、棚橋岡参議院議員11名とともに社会党を脱党して社会クラブを12月29日にこれを解消して民社クラブ翌1960年1月24日にさらに解消して民主社会党を結成した。しかし、 1961年5月に心臓に異常を感じ始めたことから引退を考え始め、民主社会党県連選対委員会から参院選再出馬の要請があったもののこれを辞退した。1962年5月7日、第40国会閉会に際して、民主社会党両院議員総会で引退の演説を行い、国政から退いた。国政引退後、 編集議員引退後の1965年に叙勲を辞退し、翌1966年8月から辞伝の執筆に取り掛かった。1968年8月4日に辞伝をタイプ印刷で刊行し、1969年3月10日に消費者の記念碑、消費者の後のため記号を行った。10月1日、再度叙勲を辞退した後に、 翌1970年に入ると心臓発作で入退院し、その後各地を旅行した。1973年2月20日、心筋梗塞のため自宅で死去した。棚橋翔子は松本中学校在学中の1902年1月1日から日記を書き始め、死去の前日まで書き進められた。この日記は他の棚橋翔子関係文書と共に遺族によって、 厚生大学大原社会問題研究所に寄贈された。棚橋証拠関係文書は、日記69冊をはじめとして、467通もの、書簡や46用もの写真、自伝の自筆原稿などで構成されており、戦中から戦後にかけての庶民の記録としても、社会運動家の記録としても旧であり、極めて興味深い歴史資料とされている。伊藤隆は日記を、 社会運動研究のこの上ない貴重な記録として重要視し日記の副社物を所有していたが2008年に国立国会図書館建成資料室に移管された。棚橋証拠日記の内容は詳細を極めており、貴重面に天候や祝祭日などが書かれ、さらに人名もフルネームで表記されていることが多い一方で、自らの直接的な心情や女性関係も 赤裸々に記載されている。また、政治活動とは関係のない生活や、食事の様相などの記述も多く、棚橋日記の特徴とされている。これら、棚橋日記は、長井淳氏が担当する、法政大学日本近代支援習の受講生によって、本国及び内容調査が行われている。なお、本国の成果は、2009年に、棚橋証拠日記として、2 0 1 0 ありがとうございます。